というわけでやってまいりました。今日はね、洗車をするという動画です。いいでしょ、ここ駐車場ホンダEがもうギリギリというかね、やっぱね、これ3ナンバーなんですけど、車幅が1800切ってるので、ほら、こういう狭いところも通り抜けができます。ホンダEね、もうね、すごい、ほら見て、これ交差もう、これちょっとグレーで良かったです、この車。グレー選んで。そんなにね、パッと見、目立たないんですけど、やっぱね、2、3週間放置してるともうこんな状態ですよね。まあ、っていうかもう、1日後にはもう黄砂が被って汚くなりますよね、皆さんね。困ってますよね。今日はこれ、ずっと使ってなかった、オートバックスで買った、シアラスタータイヤワックス。これね、結構評価が良かったですよ、アマゾンとかでも。アマゾンリンク貼っときまーす。で、あとはね、もう水洗いですよね。ホンダカーズ大阪東花園店さんでね、結構車をね、いっぱい毎朝ね、こう、せっせとね、磨いてるんですよ。ワックスとかは特にしてないんですけど、水洗いでね、綺麗に、傷をつけないように、車を洗うというね、技がありますので、今日はそれを、皆さんにお伝えしようと思います。これ水使い放題、いいね。で、これね、これ給水プラスセーヌって書いてます。いわゆるね、セーヌ川っていうのありますよね。あれの、まあ川じゃないバージョンです。まあ、これ給水の布になるわけなんですよね。ほらね、水をすごい吸着します。で、ホンダさんはこういったやつを水に濡らしてさーっとしましたけども、私はね、もっとこれ、こういう、ほら、すごいでしょ、これモコモコして、これホルツ、これね、イケアで買ったんですけど、3つセットで、こんな感じ。ほら、これいいでしょ。これで、さーっとしてきます。まあ、要はね、水をさーっとね、ちょっとでいいんです。ザーじゃなくてね、さーっと流しながら、拭いていくという感じですね。優しく拭いていくと。まあ、水で流しながら拭いていくっていう感じですね。ではね、やってみようと思います。このね、水をね、流しながら、拭くのがコツみたいですね。あくまでもね、こう、ゴシゴシとしない感じです。で、さっきのこのセーム側風のこの普通の雑巾これをまあ水でね、もうカチカチになっちゃいますんでね、まず水で、こう柔らかくします。で、こう絞ればね、もうすぐ乾きますんで、すごいよこれこれで拭いていきます。いや、本当にね、これ拭くとき
こうですもうこれだけで水分取ってきますんで、ここでゴシゴシね、拭いちゃう人いるんですけど、この拭き取りの時にね、こう傷をつけないようにこんな感じで、ほらすごいよこれ、こうでしょ、ほらすごい吸水力、こう布に吸収させるという感じなんですけど、まあ、片手じゃ難しいな、こう擦らないっていうのが、綺麗に車を保つ方法でございます。背のね低い方でもこれだったらいけるでしょ。まああとはね、自然乾燥っていう感じかな。あんまりな、ついついねこう拭きたくなっちゃうんですけどね、そこは我慢してと言いながら、結構気になるから拭いちゃうけども、はい、続きまして、シアラスターシャイオワックス開けてみようと思います。ででおー、こんな感じか。あとね、あ、なんかこんな専用スポンジついとる。塗り込みタイプなのでボディやホイールへ、飛び散る心配がありません。液垂れしづらい液状タイプです。タイヤ本来の、自然な輝きを取り戻し、あ、輝きだ輝きだ手を汚さずに均一に塗れる、専用スポンジ付きなんか液垂れしづらいっていうのはいいです。お、こんな感じ、結構多めに塗るんかな。まあ液垂れしづらいって書いてるけど、まあさすがに縦にするとこぼれるな。ねえ、これ見て、これこのツヤ消しのマットのタイヤ、これに塗ってきます。どうなるかな。あ、塗りやすい塗りやすい、こりゃええわ。結構すぐなくなるかも。あ、よろしくね。どう、結構ツヤツヤで、見違えた本田 E さん。いや、これ本当にね、なんかたっぷりめに塗ってね、こうザーッとね、ほらすごい、これ作業しやすいで、こうほらエッジのね、こういうところ、ホイールとタイヤの間もシューッといける。ほら最初にたっぷり塗っといたら結構一本ね、まるっといけます。綺麗になりました、ピカピカ、マジ綺麗わ。あ、そうや、この中服忘れとったな。まあいっか。あー、ちょっと汚いな後で拭いときます。いや、タイヤワックスええよな。さっきのシェアラスターっていうのあれおすすめです。やっぱね、アマゾンとかでもね、評価良かったです。長持ちするのかな、結構ね。はい、というわけで今日はホンダ E、 綺麗に洗車しましたと、ホンダさんの方で、教えてもらった技を今日は動画でお伝えしました。さっきのね、シェアラスターとか、雑巾みたいなね、吸水の、雑巾、下のリンク貼ってますので、詳しくは、下の概要欄見てくださいね。私のチャンネル面白ければ皆さんグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今日は、ホンダ E を洗ってみたでしたじゃあね、バーイ、ピッカピカ。